それではこちらルーローハン開けていきましょう。パカッ、うわータジャハオオハこんばんにちは、バンピーです。はい、今日はバンピーね、コンビニご飯で家飲みシリーズをやっていこうと思います。昨日の5月26日にセブンイレブンからですね、台湾好きならもう大喜びするあるメニューが新発売されたんですよ。それは何かと言いますと、こちらでございます。ででん、ルーローハンでございます。イエーイ、ルーローハンですよ、ルーローハン。もうね、これはね、たまらないでしょう。バンピーもね、ちょっとね、やっぱり台湾のことを思い出すと、何を食べたいかっていう思うとね、もうルーローハンなんですよ。で、先日動画でもしましたが、自分でも作ってみました。ただね、やっぱりなかなか本場の味には近づけない。それをね、今回日本のコンビニのね、セブンイレブンがこのね、台湾風豚角煮丼ルーローハンを出してくれました。それではね、ちょっとどんな感じなのかご紹介しようと思いますね。それではこちらルーローハン開けていきましょう。パカッと、うわー、こちらがね、セブンイレブンのルーローハンでございます。こちらがね、豚の角煮でございます。はい、でこちらがね、高菜が乗っておりますね。結構なボリュームで高菜が乗っております。で、半熟卵ですね、唐辛子も乗っておりますね。はい、これがね、セブンイレブンのルーローハンでございます。うわ、うまそう。はい、で原材料見ていきましょう。ご飯、それから豚の角煮っていうことです。それから半熟卵、それから高菜野菜炒めですね。気になるカロリー、682キロカロリーでございます。バンピーはね、カロリーが高ければ美味しいというふうに思っております。台湾風豚角煮丼460円で、税込み496円でございます。バンピー、それではね、ちょっと香りの方、あ、いや、角煮の方ね、すごいあのちょっと台湾的な匂いする。うっすらって感じ、なんか台湾のコンビニ的な匂いがする。それや、早速ルーローハンいただいてみようと思います。バンピーね、もうこれご飯の上にオンザライスになってたと思ったんだけど、違いますね。これここにトレイがあって、下にこうやってね、ご飯になってます。これをね、トレイをこうやってやっていくんだね。それで熱々なご飯の上に乗せると。はい、それではね、今ご飯の上に乗せましたよ、ルーローハン。うまそうですね。それではいただきます。はい、それじゃあね、このルーローハンいただこうと思います。はい、こちら肉の方いただこうと思います。いただきます。うん、味がしっかり染み込んでてね、で甘辛で程よい八角っていう香りじゃないよね、あの台湾の雰囲気の香り、うまい。ルーローハンはお箸じゃなくてレンゲですよね。レンゲでいただきます。じゃあちょっとご飯と一緒に、あー、うまい。もうこの甘辛い豚の角煮とね、あのほんわかスパイスの香りがね、たまらない、うまい。それをつまみに、じゃあこのね、本気に飲まさせてもらいます。バンピー、今日はこの新本麒麟超低温熟成っていう、こちらの麒麟で飲んでいこうと思います。それからサワーをね、ちょっと小さいに用意しました。極上レモンサワー、味が変わるレモンサワーっていうことでした。すっきりなレモン味のレモンサワーと、それから濃厚なレモンのレモンサワーになってるそうです。こんな形でね、この缶の中2層な感じのレモンサワーになってるそうですね。はい、じゃあこちらのね、レモンサワー飲んでみようと思います。じゃあいきます。あ、じゃあ、初めに乾杯すればよかったけどね、もう待ちきれなかったね、すいませんね。じゃあ乾杯。今仕事終わったばっかでさ、今日めちゃくちゃ暑かったんですよ。いや、うまい。
これどうする、みんなの半熟混ぜちゃう派ですか、そのままでいく派、ちょっとね半熟卵どうだろう、混ぜたくない。高菜もね結構こうやってボリューミーに乗ってるんですよ。じゃあちょっと高菜の方行ってみましょうか。高菜、いや高菜は高菜で美味しいな美味しい。でももうちょっと高菜の量減らしてさ、ちょっとお肉を増やしてほしかったけど、まあ少し台湾の味が気軽に食べれると思うならもういいですよ本当に。これね、うん、意外としっかりあの台湾的なやっぱり風味するわ、うん、これはねセブンイレブンの作った人素晴らしい。あー台湾って思える味に仕上がってる、もうこれうまいよ。じゃあねちょっと卵をバンピー半熟卵で混ぜて食べるってことしたことなかったんだけどね、やってみます。この卵割ってみましょうか。あもう結構固めなのかな。はい、それではねこの今ね卵と高菜とこの豚の角煮の方、これをね混ぜてみました。じゃあいただきます。ハオチーでございます。もうハオチー、もう台湾好きの人もう絶対食べた方がいい。今ね台湾旅行できないから台湾感じれますよ本当に。500円でこんだけのね美味しいルーローハン食べれるんだったら日本では最高。うんうん、からのビール、あーうめえ。本当にこの日本でもねこうやって今こういう時に気軽に台湾の味が味わえるって素晴らしいと思いますよ。タケノコのシャキシャキもいい感じ、豚肉にも味が染みてるしタケノコにも味が染みてる、それでね歯応えがいいのよシャキシャキ、いや最高。まあこれで台湾をねしばらく感じれますよ、うん、もうちょっと高菜の量を減らしてこの豚の角煮増やしてくれれば最高なんだけどな。うまい、もう歯落ちいいよ本当に。あーうまい、はあ、まだここにもねレモンサワーあるんでいきましょうか。あ今ねこの焼酎の氷入れるに一回ちょっと氷取りに行って戻ってきたんだけど、部屋の匂いがね台湾になってるいやそこまでなんか香り強い香りしなかったんだけど、あやっぱりするんだね。もう部屋全体がねあの台湾的な香りになってますよ。いやこれはいいや、レモンサワーいただきます。じゃあこれね、いやうめえなこれ、うまい。このルーローハンもう最高、それでこのビールもう最高ですよ。今ね台湾行けないから、じゃあセブンイレブンのルーローハン、いや食べてみよう。食べたら食べたで台湾どんどん行きたくなっちゃいますよ本当に。それぐらいねまあいい感じに出来上がってます。うまい。それでは最後です。バンピー、はい、それではね今回バンピー5月26日にセブンイレブンから新発売になりましたこのねルーローハン食べてみましたけれども、いや美味しかったんじゃないでしょうか。いや台湾を感じれましたよ。台湾を感じれる一品だと思います。でね八角とかそういう方苦手な方もそこまでねすごい香りがするわけでもないので楽しめるんじゃないでしょうか。美味しく食べれると思います。
はい、ということで今回バンピはね、セブンイレブンのルーローハンを食べたという動画でしたけれども、いかがでしたでしょうか。それでは今回はこんな感じで終わろうと思います。それではね、この動画がいいねと思った方、高評価、それからチャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。